純音のソフトリーに酔いしれる高音とギターの絶妙なアコースティックバージョン癒しの歌声純音が歌うソフトリーバルコニーからの感動的なパフォーマンス純音の歌声に魅了されるファンは日本中に広がっています彼の独特な高音と表現力豊かな歌い方は一度聴いたら忘れられない魅力を持っています特に 最近話題になっているソフトリーという曲は、多くのファンから絶賛されています。毎週水曜日の深夜に放送される日本テレビのアパーメント B で披露されたこの曲は、特にアパートのバルコニーから歌われるバージョンが SNS で話題を呼び、多くの視聴者の心をつかんでいます。ソフトリーは、もともと4人で歌われる曲ですが、順音が1人でギターを弾きながら歌うアコースティックバージョンは、 彼の歌唱力と感情表現が一層際立っていますこのバージョンを聞いたファンからは「ジュノンの歌声はまるで癒しの効果がある」といった声が多く寄せられています実際に彼の歌声を聞くことでリラックスしストレスが軽減されるという意見も少なくありません例えば仕事で疲れた後に彼の歌を聞くと心が落ち着き安眠につながるという体験談も多く見受けられます 純音の歌声は、ただ美しいだけでなく、感情を伝える力が非常に強いです。彼が歌うソフトリーは、まるで物語を語るかのように進行し、聞く者の,の心に深く響きます。特に高音部分は、男性の声とは思えないほどの清らかさを持ち、その音色に恋するファンも多いです。あるファンは、ジュノンの高音は、まるで天使のようだと評しており、また別のファンは、 彼の歌を聴くと物語が始まるような気持ちになるとコメントしています純音がこの曲を披露する際の演出も見逃せません彼がバルコニーでギターを弾きながら歌うシーンはまるで映画のワンシーンのようでその光景は視覚的にも聴覚的にもファンを魅了しています特に夕暮れ時の薄明かりの中で歌う姿はロマンチックでありながらもどこか切なさを感じさせ その場の場雰囲気を一層引き立てていますこの演出によってファンはまるで自分自身がその場にいるかのような感覚を味わい彼の歌声と一体になる瞬間を体験していますさらに純音の歌い方には独特のねっとり感がありません彼の歌は非常にナチュラルで聴く者にとって非常に耳心地が良いですこれは彼が技術的に優れているだけでなく 歌に対する深い理解と感性を持っているからこそ成し得ることです。実際に、彼の歌い方は、どんな曲でも自然に溶け込むと評されており、その柔らかく包み込むような歌声は、まさに彼の魅力の一つです。ソフトリーのアレンジに関しても、多くのファンが感動しています。純音とギタリストのソーシー・イットさんが共演することで、原曲とはまた違った新しい魅力が引き出されています。 ギターの響きと彼の歌声が見事にマッチし、そのアレンジの美しさは多くのファンから高く評価されています。例えば、あるファンは、ギターとジュノンの声が合いすぎて、まるで魔法のようだとコメントしており、その魅力に酔いしれる人が続出しています。このように、純音のソフトリーは、ただの曲ではなく、聴くものに深い感動と癒しを与える特別な作品となっています。彼の歌声は、 多くの人々にとって心の安らぎとなり、その魅力は日々広がり続けています。彼の歌が持つ力は、まさに音楽の持つ魔法そのものであり、その魅力に触れたものは、彼のファンとして永遠に彼を応援し続けることでしょう。そして、このような彼の魅力は、今後もさらに多くの人々に広がっていくことでしょう。彼の音楽は、時を超えて多くの人々に愛され続けることでしょうし、 新たなファンを獲得しし続けることでしょう純音の音楽はこれからも多くの人々に感動を与え彼の名前は音楽史に名を刻むことでしょう純音のソフトリーがもたらす感動は単なる音楽の枠を超えたものです彼の音楽は聴く者の,の心に深く浸透し日常の中で忘れられがちな感情や思い出を呼び覚まします例えばあるファンは純音の歌声を聴いて まるで初恋のような気持ちがよみがえると語りまた別のファンは彼の歌声を聴くと過去の美しい思い出が鮮明によみがえるとコメントしていますこのように彼の音楽は人々の心に深く刻まれさまざまな感情を引き出す力を持っています純音の音楽活動の中で特に注目すべきは彼が常に新しい挑戦を続けていることです彼は既存の枠にとらわれず 常に新しい音楽スタイルや表現方法を探求していますその結果彼の音楽は常に新鮮で聴くものを飽きさせることがありません例えばソフトリーのバルコニーバージョンは彼が新たな表現方法を模索する中で生まれたものでありその試みは大成功を収めていますこのように彼の絶え間ない努力と創造性が彼の音楽をさらに魅力的なものにしていますまた 純音の音楽はファンとの絆を深める役割も果たしています。彼は自身の音楽を通じて、ファンと心の交流を図っています。例えば、彼が SNS でファンとの交流を積極的に行っていることは広く知られており、彼のファンに対する真摯な姿勢が多くの支持を集めています。彼の音楽は、単なる娯楽の域を超え、ファンとの絆を深める重要な手段となっています。あるファンは、 ジュノンの音楽を聴くと、彼が私たちのことを本当に大切に思っていることが伝わってくるとコメントしており、彼の音楽が持つ力の大きさを感じさせます。さらに、ジュノンの音楽は社会的なメッセージを伝える手段としても機能しています。彼の歌詞には、しばしば現代社会の問題や人々が直面する課題が反映されています。彼の音楽を通じて、 リスナーはここれらの問題について考えるるききっかけを得ることができます例えばソフトリーの歌詞には繊細な恋愛感情が描かれておりその中には現代の恋愛における困難や葛藤が反映されています彼の音楽はただ楽しむだけでなく聴く者に深い考察を促すものとなっています純音の音楽はまた国境を越えて多くの人々に愛されています 彼の歌声は言語の壁を越え、世界中のリスナーに感動を与えています。例えば、海外のファンからも多くの支持を受けており、彼のコンサートには世界中からファンが集まります。彼の音楽が持つ普遍的な魅力は、どの国の人々にも通じるものであり、その影響力はますます広がっています。ある海外のファンは、ジュノンの歌声を聴くと、言葉がわからなくても心に響くと語っており、 彼の音楽が持つ普遍的な力を感じさせままままますすすすすそしてて音のの未来に対する期待はますます高まっています彼の音楽は常に進化し続けており、その可能性は無限大です。彼が今後どのような音楽を作り出すのか、多くのファンが楽しみにしています。彼の音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることは間違いありません。彼の名前は音楽界に永遠に刻まれ、 彼の歌声は未来永劫にわたって多くの人々の心に響き続けることでしょう純音の音楽が持つ力は単なるエンターテインメントの域を超えています彼の歌声は聴く者に深い感動を与え心の安らぎを提供しますそしてその音楽を通じて彼はファンとの絆を深め社会的なメッセージを伝え続けています彼の音楽が持つ普遍的な魅力は 国境を越えて多くの人々に愛されており、その影響力はますます広がっています。これからも純音の音楽は、多くの人々に感動を与え続け、その名を音楽史に刻むことでしょう。純音の音楽は、まさに時を超える魔法のような存在です。その歌声は、聴く者の心に深く響き、永遠に忘れられない記憶を作り上げます。彼の音楽が持つ力は、 言葉では表現しきれないほどの大きな影響を与え続けておりその魅力はこれからも広がり続けることでしょう純音の音楽がこれからも多くの人々に感動と癒しを与え続けることを期待しています彼の音楽は永遠に私たちの心に残り続けその美しい歌声は未来永劫にわたって多くの人々の心を癒し続けることでしょう